皆さんこんにちは、鶴巻真希です。ソフトオークです。今日は名古屋の街の中にあるパワースポットの紹介です。白龍神社、名古屋駅から1キロほど歩いたところにあります。あう、駐車場探しが大変です。まあなんとかなるでしょう。それでは現地に向けて出発進行。到着しました。いやいや、駐車場見つけてないし。白龍神社の御祭神は高岡の神スサノオノミコト。龍神様は本殿横の奥の院に祀られています。実はここに来ようと思ったのはお守りが欲しかったのもあります。手のカッパお守り、各色一体、初保料800円。龍、白龍の末裔がカッパになったとの説があります。お守りのご利益でくよくよせずに強く生きたいですからね。あう、駐車場が見つかりません。あ、空きを発見しました。到着しました。それでは少し歩きましょう。並んで歩くとデートみたいで楽しいですね。エスコートしてくれますか？はい。ちょっと押さないでください。って、どこへ連れ込もうとしてるんじゃ。あわわわわわわわ。他のメンバーにセクハラ注意って言われてたけど、このことなのね。マキさんひどいです。名古屋マリオットアソシアホテルまでぶ飛びました。なかなか良いホテルだったので、今度一緒に行きましょう。まだ懲りてないようね。もう一遍飛んでみる。ひえー、ごめんなさい。以後気をつけます。なんだ、近くに駐車場あったのね。今日は他にも回るので、さっきのところでも問題ないです。ここみたいですね。ストップ。ここは撮影禁止みたいです。公式サイトにこう書いてあります。現在当神社から掲載許可を出していないブログやサイト、写真、動画配信がネット上に多数存在します。その多くは個人の見解にて語られているものです。また境内で撮った写真や動画の掲載は事前申請をお願いします。あう、ここで断念しましょう。本殿右のイチョウの木とその先の奥の院がパワースポットです。神様との相性でしょうか。あまり強いパワーを感じることができませんでした。しかし、せっかくだから御朱印を拝受しました。このまま帰るのはちょっと物足りないですね。そうですね。去年取材していますが、須崎神社へ行きましょう。ここも知る人ぞ知るパワースポットです。エディオン裏の謎の廃神社。そうでもないみたいです。対馬市にある対馬神社の天王祭に由来する社で、今は須崎神社の管理みたいです。
東西に走る 100m 道路、若宮大通りの西の端がそこの新須崎橋です。須崎神社到着です。写真からでもパワーを感じるのは私の錯覚でしょうか。御祭神は、スサノオノミコト、稲田姫のミコト、フツノミタマノミコト、道祖神。そして、右奥に白龍、龍ことぶき大神を祀る白龍社があります。さらに、石神様や多くの神々が祀られています。この日は参拝中に、他の参拝者は来ませんでした。とはいえ、作業中の人が一人、境内にいたので、完全な人払いではないですが、それに準ずる状況でした。神様が歓迎してくれたようです。しばらくは黙ってますので、この雰囲気を味わってください。ここの御朱印は持ってなかったので排除しました。帰りましょう。当チャンネルは名古屋を起点としたお出かけ動画を題材として、ボイスロイドやチェビオなどによる愉快な会話を提供し、視聴者様と共に楽しめる動画を目指しています。チャンネル登録していただけば動画作成の励みになり、嬉しくてさらに頑張ります。ぜひチャンネル登録してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。
た聞こえた出会えた仲間、流れてく時の中で見つけた夢はこれ過ち、許せないことがいくつもそこから込み上げてくる、命をかけて生きている人の影で僕らは笑ってる。だけで物語る本質が見えた時には僕ら若さを失っている。